皆さんこんにちは、マリナです。大変お久しぶりです。今ハンブルク大学が春休みで京都に来てます。今回の動画ではこのハンブルク大学の日本学部ってどういうセミナーがあるのかとか、どういう授業を受けたのかとか、講義とかを皆さんにお話したいなと思ってます。でちょっと京都の散歩行ったところも映しますね。2学期で取った授業で田中絹代のセミナーを受けました。田中絹代さんは日本の女優さん兼監督の山口出身です。彼女は明治時代の1909年生まれです。その時代では女性の監督さんってとても珍しくて、そういう田中絹代さんがおられたっていうことがすごくかっこいいなと思います。で、あとすごく興味深いなと思うのが、田中絹代さんはデビュー、女優さんとしてデビューした時はまだ映画っていうのがモノクローン、白黒でサイレントムービーだったんですけど、その活動していくうちにそういうサイレントムービーが音声付きのトーキーっていうんですけど、トーキームービーになったりとか、その白黒モノクローンがカラー映画になったりとか、こういう女優さんとしてのトランジション、なんかその演技の、変わり方とか変えていかないといけないじゃないですか。特にサイレントから音声付きで、なんかそういうところがすごく面白いなと思います。セミナーでは宿題として毎週一つの映画をお家で自分で見て、あと教授とか大学の先生とかが書いた論文をいつも毎週30ページぐらいお家で読んで、セミナーの授業中ではその映画のこと話したりとか、その論文のこと話したりとか、みんなで1時間半本当にディスカッションする感じです。それで一人一人もプレゼンテーション、一つの映画についてプレゼンテーションしないといけなかったんですけど、とても賑やかな楽しい授業でした。一番最初に見た映画は監督押須安二郎の非常線の女っていう映画です。田中さんはお仕事としてタイピストをやっていて、とてもモダンな女性を演じていて、プライベートではヤクザと付き合っています。1933年に作られたモノクローンとサイレントの映画なんですけど、私もそのサイレントの映画を見て、すごく何も音はないんですが、ファンタジーがすごい動かされるんだなって思って楽しく見てました。私がプレゼンテーションをした映画は1944年のプロパガンダ映画、戦争中に作られた映画、陸軍っていう映画なんですが、監督は木下圭介です。田中さんはお母さん役で、この陸軍の映画の最後のシーンがとても有名になったんですが、息子さんが最後に戦争に行く場面があるんですが、そのお母さん役の田中さんが涙いっぱい出してしまって、その息子さんを追う感じになってしまって、すごく心が痛む、私も見て泣いちゃったんですけど、そういう感情的なシーンがあって、この映画は見せられた時に批判されました。この映画は日本の陸軍が要請して作られた映画でしたが、お母さんが最後に涙を出すシーンがおかしいと言われました。この後監督は戦争が終わるまで映画を作りませんでした。3学期の文学の授業では川上弘美さんの神様という本を学びました。私にとって解釈がすごく難しいお話でした。っていうことは、クマさんが出てくるんですが、クマが語り手の隣のアパートに引っ越してきて、語り手を散歩に誘って2人は散歩に出るお話です。クマはとっても優しさにあふれていて、川辺に着いたら子供にいじめられる場面があって、そこでは怒らなかったり、そう思ったら次のシーンでは野生的になったり、クマはお話をできるので、神様なのか、それかクマは何なのか、私にとって解釈が難しかったです。試験では例えばこういう問題がありました。お話の最後には、語り手は日記に悪くない一日でしたと書きます。それで試験の問題は、語り手は一日が始まる前にどういう日に
なるのでしょうかと考えていましたかっていう試験の問題が出ました。古文の授業では読み方や使い方とかグラマーを勉強しました。試験では満点を取れました。嬉しかったです。今までは古文の基本を勉強して、次の学期からは古文をドイツ語に翻訳する勉強になります。あと副専攻のメディアでは SNS の勉強をしています。 SNS のセミナーの試験として論文を書くんですが、私は日本とドイツの出会い系アプリの比較について論文を書いています。引き続きハンブルクに戻って勉強頑張ります。皆さんもお元気で、またお会いしましょう。バイバイ。ですかねっていうのを想像して書いてくださいっていう問題が例えばありました。意味が分からない2学期に取った授業で田中セミナー、あ、間違えた今回の動画ではこの1年間ハンブルク大学日本学部でどういう勉強をしてたのかとか、どういうセミナーの講義を受けてたのかとか発音が変だったからこのあと監督木下圭介は戦争が終わるまで映画を作っていますこのあと健太君